とは全国各地の楽器演奏家が開催できる吹奏楽主体の演奏会のことである英語名称はまだ厳密には確定していないヤマハのホームページではフリーパーティシペーションコンセールと表記されているがフリーリープレイングコンセールという名称が使われたこともある上野の森ブラスで中場奏者を務める音楽家杉山敦氏の提唱により 1997年4月27日に神奈川県横浜市の神奈川アートホールにおいて最初の自由演奏会が開催された。自由演奏会は楽器を所有していても諸事情で演奏する機会がない人や楽団に所属していてもより多くの演奏家と交流して視野を広げたい人などを対象に場所、楽譜を提供することによって演奏機会を作り、 親睦を深めること目的として行う。ゆえに参加者個々の演奏実績や経験、技量などは一切問われない。指導者は前述の杉山厚氏他に指揮者の酒井武や大規模な演奏会では著名な作曲家などが来ることもある。自由演奏会の多くは実行委員会形式により開催されているが、その実行委員会の形態は一個人から自治体による、 運営の祭事など足したようである。ヤマハ株式会社の協力を得たいときには、ヤマハ社内の自由演奏会事務局に申請することにより、ヤマハ株式会社協賛で開催することができる。先に述べたように、主として吹奏楽の楽器を持っていれば、誰でも自由に参加できる演奏会ではあるが、最近では、杉山厚氏により、楽器の種類や有無に関わらず、 歌唱も含めたすべての音楽愛好家、音楽に憧れを抱いている人々への参加が呼びかけられている。参加者の規模は数十人から数百人。毎年秋に行われるヤマハ協賛の自由演奏会には毎回1000人近い演奏者が集まる。開催場所は固定されておらず、自由演奏会を行いたい人が主催者となる。単発のイベント的要素が強いが、 提唱者の杉山敦氏を軸に横のつながりも強い。昨今では年間を通じ各地で40回前後開催されている。参加者の大部分は開催場所の近辺から集まるが、中には全国の自由演奏会を渡り歩く愛好家もいる。各人が持ち込む楽器類も吹奏楽器を中心に多種多様である。演奏会の性質上、 社会人など学校を卒業した人が多いが、地元の中学、高校、大学の吹奏楽部員が参加することもある。各地の大規模なイベントに参加することもあり、2004年に行われた浜名花博では、約450人が参加して、コンサートを開催した。通常、事前練習は行われない。参加者は当日の午前に集まり、 参加手続きを行い会場準備の上で、合奏練習、昼食休憩の地午後に発表、終了後に後片付けして、解散という形になる。基本的に、事前予約制だが、当日でも、参加人数に余裕があれば、楽器と参加料を持っていくだけで参加可能。打楽器等、運搬が困難な大型楽器は主催者側が用意する、例が多い。譜面台は、持ち込み推奨。 学譜は、水槽落葉で主催者が用意しているが当日配布、当日回収である。飲食は各自持ち、服装も特に規定はなく、普段にでの参加が多いが、常連参加者にはコスプレも見受けられる。ありがとうございます。